どうも、青です。2023年3月24日は、ミの日でしたね。この動画では、チャット GPT に予想してもらった数字で、3月24日のミの日に買って当たるのか検証していきたいと思います。ちなみに、先日投稿したこちらの過去動画で、ミの日向けにチャット GPT が予想してくれたナンバーズの数字で購入をしています。興味があればぜひご覧ください。ついでにチャンネル登録もしてくれると嬉しいです。それでは行きましょう。今回はまたもやネットでの購入です。実は来期から部署移動が決まり、その準備に追われております。移動した後でも動画投稿は継続しますので、引き続きよろしくです。可能な限り店舗での購入を目指しますが、今後もちょくちょくネット購入するかもしれません。ということで、買ったのはナンバーズ3と4を5通りずつなので、投資額は2000円です。では、チャット GPT に予想してもらった数字でナンバーズ3とナンバーズ4を購入できたので抽選結果を待ちましょう。はい、抽選結果出たみたいなので、チャット GPT の予想した数字がどこまで信頼できるのか、そろそろ当選させてほしいところですね。ではナンバーズ3の方から抽選番号を確認していきましょう。はい、結果は484という当選結果でしたね。649は外れ、581外れ、563外れ、466外れ、629外れということで、外れ、すべて外れでした。ちょっと残念ですけれども、まあ、そもそもダブルの予想が一通りしか買っていないっていうところもあって、かなり厳しい展開となってしまいました。はい、じゃあちょっと気を取り直してですね、ナンバーズ4の抽選結果の確認もしていきたいと思います。はい、抽選数字は4243ということで、4501は外れ、9083も外れ、4781外れ、4090外れ、0527外れというところで、こちらは全通り一つずつヒットしていますけれども、惜しくもないか、外れでしたというところです。ちょっとダブルの結果がどちらもということで、非常に、まあ難しい結果になってしまったというところです。なかなか当たりが出ないので、チャット GPT にはナンバーズを予想する上での手段について相談してみました。はい、いくつか手法を出してくださいと依頼してみます。あ、一つ目出ましたね。ランダムに数字を選ぶ方法ということで、ランダムに選ばれるから、ランダムに数字を選べばいいじゃないかという感じで言われましたと。はい。で、二つ目は過去の当選番号を分析する方法っていうことで、出現頻度の高い数字とかって書いてあるので、これは結構いつもやってる感じですよね。はい、次は数字のパターンを分析する方法というところで、数字同士の関係性、規則性っていうところを見つけるというところらしいです。四つ目は、数字の合計とか平均値を分析するっていうところで、これはちょっと面白いですね。はい、ちょっと気づきとしてもある部分あったかなっていうところなんですけど、大体はもうすでに知ってるよみたいなこともあったかなと思います。はい、引き続き自己責任でチャット GPT のしもべとして宝くじ当選を目指したいと思います。今年のミの日はご覧の通りですので、皆さんも金運の高まる日に宝くじに挑戦してみてはいかがでしょうか。引き続きチャット GPT に予想してもらったり、金運を高めて宝くじが当てられるか検証していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
また他にもこんな予想、検証をしてほしいなどの要望がありましたら、ぜひコメントもしてくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。